本日も JR 補欠急行をご利用いただきましてありがとうございます。特急高15号越後湯沢です。次は終点越後湯沢です。終点の越後湯沢には15時55時分の到着を予定しています。次に車内のご案内をいたします。この電車は急病編成です。グリーン車は先頭の1号車です。自由席は中ほどの5号車、6号車、失礼しました。自由席は中ほどの6号車、7号車です。電車は9両編成です。グリーン車は後ろの1号車です。自由席は中ほどの6号車、7号車です。車内はデッキを手洗うので、全車両を禁煙とさせていただいております。禁煙にご協力お願いいたします。また携帯電話をお持ちのお客様、着信音等が鳴らないようマナーモードに切り替えていただきまして、通話の際は電気でご使用ください。まもなく通過駅の西方から西側時間は第3セクター北越急行北国線を走行します。北国線内は特定区間が多いため、およそ15時10分頃から15時40分頃まで携帯電話などの通信機器類がつながりづらくなりますので、あらかじめご了承ください。先ほど直江について車掌が交代いたしました。 JR 東日本直江津行く斉藤長尾です。本日も特急715号をご利用いただきましてありがとうございます。次は越後湯沢です。
ご案内いたします。まもなく久美木駅です。北国仙台は単線区からため反対列車との行き違いを行います。そのため一旦停車をいたします。発車まで少々お待ちください。
お待たせをいたしました。まもなく発車をいたします。
お知らせをいたします。これで北北仙台のトンネルは全て通過をいたしました。これより携帯電話等の通信機器類がご利用いただけます。あと15分半で終点越後湯沢に到着いたします。
ら、あと3分少々で終点、越後湯沢に到着いたします。棚の上のお荷物や上着などの注意等、お忘れをなさいませんようお支度してお待ちください。お出口は右側です。到着ホームは1番線です。これから先、ホームに到着するまで、線路のポイントなどで電車が大きく揺れますので、お気をつけください。降り口のご案内いたします。この列車の6号車と7号車の間には降り入り口がございません。恐れ入りますが、6号車のお客様は後ろ側の出口から、7号車のお客様は前側の出口からお降りください。踊り会のご案内いたします。新幹線踊り会のお客様は、階段、エレベーター、エスカレーターをご利用いただきまして、2階の新幹線乗り換え改札口にお進みください。上りの新幹線、トキ332号東京行きは16時8分です。上ります駅は大宮、上野、終点、東京です。その後、各駅に上ります、マックス成川420号東京行きは16時12分です。下りの新幹線、マックストキ329号新潟行きは16時27分です。なお、新幹線の発車番線につきましては、改札口の電光掲示板、または安全放送にてご案内をしております。変わりまして、上越線、西内、宇治川地、宇賀山、小出方面、普通列車の長岡行きは16時15分、階段を渡りまして3番線です。上越線、普通列車の長岡行きは16時15分、階段を渡りまして3番線です。上越線、普通列車の水上行きは16時45分、階段を渡りまして3番線です。上越線、普通列車の越後中島、失礼いたしました。水上行きは16時45分、階段を渡りまして3番線です。次に長岡行きの発車となります。戻り間違いございませんようご注意ください。本日は発車15号をご利用いただきましてありがとうございます。またのご利用をお待ちしております。座席周りに携帯電話やお土産品などお忘れをなさいませんようお支度してお待ちください。列車が到着いたしますと、ホームと電車とホーム内大胆さをございます。降りの際は足元に十分お気をつけください。まもなく終点越後湯沢です。お出口は右側です。ご乗車ありがとうございました。